どうもお疲れ様でした。ああ、どうもどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。えーエキスパえー、エキスパートコースの10回目。えー、はい、最終回。はい、最終回、漫画家のためのプロット講座第1期、えー、20回目ですね。そうですね。現在、時刻は、えー、時刻は ?3 月19日日曜日午前1時24分。午前1時24分です。ははは。 ついさっきまでね。あのはい。最後の Q&A をやってたんですよね。やりました、Q&A。A ね、もう皆さんからたくさん質問を寄せられ、それでもね、あのはい、なんとか今日中に今日、昨日中に終わろうと思ってセレクトしたつもりだったんですけどね。いや、終わらんかったです、ね。終わらなかったですね。いや、面白かったです。ちょっと、っ三宅さんにはちょっと喉をたくさん使わせてしまった、えー。いや、全然大丈夫。<laughs> <laughs> 面白かったですね。よかったです、うん。不思議ですね。なんかい、だんだんこう恒例になってきたのが、なんか、逆に、こう、まあ、長いから、大変っちゃ大変ですけど、うん、楽しみになってきてる部分もあったりして。よかったです。あと、やはり皆さん、その、まあ、今回、その、講座の三宅さんの回の最後だっていうこともあったので、ね、あの、なんですか、講座全 一般にわたる感想とかも皆さんくださって、メッセージとか。うん、それでかなりその講座でものすごくいろんな気づきがあったりとか、目から鱗っていうのが連発してたっていうこととか、あの自分の目の前の、えー、お仕事だったり、創作だったりっていうのがうまく進んでるっていう話もいくつかいただいてたりとかしてす、ね、ああ、そうですね。Q&A 用にいただいたメールだってこと、ね、そうですね。Q&A 用にいただいた、うん、質問の中にね。 うん、あのメッセージ、三宅さんへのメッセージの中にそういう言葉がいっぱいあって。はい、ありがたい、うんうん。よかったですね。なんか,かね。お役に立ってるんだったらね。よかった、ね。<laughs> よかったです、うんまあ。多分これからどん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 もっと皆さんねあのその、講座でやったことに意識的になっていったりとか、腑に落ちていったりする人もこれからいるでしょうし。 そうですね。うん、実際のネームだったりとか、うん、まあその脚本からあったらその脚本だったりとかにどんどん生かしていけるんだろうなっていうのが、うん、なんかすごくよ、たくさんの予感をいただいてるような感じがして、うん。うん。あの、この講座の、なんですかね、まあ第1期だったですけど、なんか第2期に向けても、なんかこう、ちょっと、運営側としても勇気をいただいてるというか、あ 非常に感じました、それは今日。いいですね。うん。<laughs> あとはもう、ね。新しい人たちに。そう、新しい人たちにも、ぜひ広げたいなと思いましたし、なおさら。そうですよね。うん <laughs>。あっという間にもう、次の、その、まあ、えっと、漫画型んえっと、第2期の前に、うん、またすぐ、もう4月の、 かかなから、うん、新しい、また三宅さんのエスクリプトドクターのエンタメ映画分析講座も、はい、あの始める。で、そのガイダンスももうすぐあるという感じなので。そうですね。うん。なんか、結構忙しいですけど。そうですね。みんな終わったと思ってるかもしれないけど、いや、次が始まるよってい、ね。そうですね。えもう ノンストップですね。そう、だから今多分、その、あれですよね、その、脳みそが柔らかくなってる時期だというか、うん、そのいろんなこう、それこそ目から鱗っていうようなトピックがいっぱい多分、浴びたと思うので、ね、<laughs> そのまま多分次にすぐ始まる、その、エンタメ映画分析講座にも来ていただいて、うん、そうですね。どん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 、その、ん,んですかね、 今チャンスな気がしますね。うん、その、身につけていくというか、腑に落としていくね<え>。ねチャンスか確,か確かにそうだと思いますね。まあね、なんか、その、今、スポンジみたいな状態になってると思うんですね。うん。そうだと思いますね。あの、うん、こう今度はまたちょっとね、まあ、もうちょっと広く、 漫画家さんだけじゃなくて、その映画好きな人とかね、も受けていただきたいとは思いつつも、うん、せっかくなんでね、その王道の作劇っていうものをね既存の映画から、うん、学んでいくとか、うん、あ,あとはやっぱりドクターやってる分、その映画をパッと見たときにこう、こうバババッとこう頭の中で分解されたり、抽象化されたりしていってる、の僕の思考の流れみたいなこと。 かね、あとドクターやってる時のプロセスみたいなのを何か一つの遊びとしてねそのあの皆さんがねなんか日頃の脳トレとか、うん、趣味としてねあの楽しんで取り入れてもらえるようところがゴールでできたらいいなというふうには思ってますけどね。その遊び的な要素というかその意識で望んでいただけるとすごく 嬉しいかなと思うんですよねなんかギチギチにね、その何か学ばなきゃっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、たぶ、うん、えー、多分そ,のその講座の中でも三宅さんがすごく毎回言ってくださるように、その自分の身にこう、何ていうんですかね、自分事と,として捉えるにはその、やっぱり楽しまなきゃっていう、その楽しめるかどうかっていうこと、消費者として、まあ、そこがうまく。 できるといいなぁとは思うんですけどね。その講座の中でも。でねうん、楽しみながら実は身についていくっていう。うん、だといいですね。うん。うんあ。もう本当にすぐですもんね。すぐです、ね。<laughs> そうそうそう。で、ガイダンスが31日。31日ですね。金曜日の夜9時から。ちょっとね。うん。 YouTube で生配信をするというそういう算段になっております。なってます。どん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 やっていきます。やっていきます。選手がクリエイタースクラブクリエイタースクラブです。ね、<laughs> あの疲れてるんだと思いますよ。<laughs> いやいやいやもう。安心して気が抜けちゃったのかもしれませんね。油断してるのかもしれません。<laughs> Q&A までは走りきりました。走りきった感じですもんね,ね。だからまあちょっと放送後期でちょっと気が緩んでるのかもしれませんね。<laughs> まあ今日はでも Q&A のインパクトが強かったですけど、まあ一応最終回の授業っていうのはね、通常ど、はい、あり。まあほぼ3時間ですか。 十そうですね、オーバーしましたから。やりましたね。やっていただきました。うん、いや、今回も、あれですもんの、すごくこう、まさに漫画家のためのプロット講座という、うん、本当に20回目にふさわしい内容だったと思いますし、特にやっぱり僕、冒頭に、あの、そのトリートメントのお話とか、ええ うん、ああのどこまで書く、まあね、プロットをどこまで書くか問題っていうのがずっとあったと思うんですけど、トリートメント、あのトリートメントは非常に、やっぱりこう、なんですかね、その、トリートメントとしての、その企画を通すための役割っていうのもすごくあるんだなっていうのも気づきましたし、ええもそれ、なんかそれ以上になんていうか、その、どこまで書けばいいのかっていうのを、もう一回こう、あれを、に触れることで、あのトリートメントに触れることで、 非常に、うん、あのなんですかね参考になるというか、うんあのー、思いついてやろうとしていることっていうのを次のじっくり考えるフェーズに、あのー、移行するためにあのぐらいでとどめてるっていうことなんですね。うんここです 中心軌道、その明確な中心軌道ですよね、その葛藤構造があって、それ自体が、ただ葛藤構造という設定があるんではなくて、構造的にその葛藤が動いていく、その時間軸の中で発生して展開してっていうふうになっていくっていうものが、あのキャラクターの機能的役割と全体のモチーフと、ええー、まあ、あとそのさっき企画自体、その、 枠組み自体要請っていうのはそういう要請があるの要請ですけども、はい、っていうものをカバーした上で軌道中心軌道が明確にあそこまであればその規格が通ったら次の段階で掘ればいいっていうものに関しては思いつききれてないものは中途半端にかかんないっていう、うん、むしろあそこが号が出れば あの関係性で中身の流れを変えなくても、キャラクターを掘り下げて、あの元センシティブなところに入っていけるし、そのセンシティブなところに入っていったからこそ生まれてくるエピソードっていうのも、あれ,あれだけ軌道が強いと、ブレないんですよ、それ入れてもね。ただ、それが第一段階で思いついてないんだったら、中途半端に入れちゃうと、そこから分岐が起きるので,で、その分岐が起きたものをまた直すみたいにやっていくと、 徐々にいになっていく恐それがあるので、まあ、今回ご覧いただいたそのトリートメントっていうのは、あれと完成品との、完成した作品のシナリオとの間に、大きなそごがない、その細かくいろいろ変わってますけども、よりポジティブに変わっているというかその、そのベースから生まれていった、ベースを生かして、そこから掘り下げて、キャラを掘ったから生まれた、その、新たな展開、あのもしくは、うん 密度の濃い展開っていうものをエピソードとしてこう呼び込むことに成功しているっていう例だと思うんですね。だからそういう意味では仮で置いているあの人物の選択の仕方とか人物の行動理念みたいなものが実は僕自身が納得いってないんだけども、うん、次のフェーズで掘れるはずだっていうものに関しては一般論のレベルにとどめておいているわけですね、意図的に。とりと で、まあ、そこも含めて、その、とどめてるから明確な中心軌道が組めるという言い方もできるわけですね。その微細な人物の設定とか反応っていうものをあの段階で入れてしまうと、そこに賞賛がない状態で入れてしまうと、あの、構造が崩れる可能性があるわけですよね。うんうん。この辺はぜひお伝えしたかったんですよね。その、それこそ編集者の方も聞いてらっしゃる。 多,多いと思うので、本人がつかめてないかもよっていう、上がってきたもんで、そのつかめてない状態をよかれと思ってつかめてる前提で修正をオーダーすると、つかめてる部分とつかめてない部分がごっちゃになって、まさに。ですよね。まさにですよ。<laughs> <laughs> もうだからもう。 今日の話聞いてて、うわ、まさにそれなんですって思ってて、まあ、来週から始まる、その、ね、特別講座のこともずっと考えてるし、その、ねえ、パワーポ的なものを作ってはいるんですけど、うん、結局、その、ごっちゃにしてるっていう問題っていうのが、いくつかのフェーズであって、うん、それなんですよね。だから、その、うん 今、三宅さんがおっしゃっていただいたも、もちろん講座の中でもおっしゃっていただいた、その、そこで、あの、むやみに掘ってしまうと、なんかそな、流れを止めちゃったりとか、間違った方向に行きやすいび歪になっていってしまいがちなことをしてしまっていることも多いですし、うん、その、まさに今おっしゃっていただいた、その、編集者が、よかれと思って、その、あのそのなんですかね、指摘することによって、本人が、 作家本人が気づいてないことを、うん、言ってしまうっていうか、うんうん、まさにそれなんですよ。ごっっちちゃゃになっちゃうんですよ難しいんですよね。書いてる本人を、あのー、うまく、まあ、なんか埋めなきゃみたいな考えになってしまうんです、ね。だから、うん、継ぎ木みたいなことでしかない。で、何がやりたいかよく分かんない。うん、これじゃって話になって。 書いてる本人もごっちゃな状態にしてしまうっていうことですね。そのねこれはでも <laughs>、これはクリアしないといけないと思うんですね、やっぱ。うん。プロットを書くか、書かないでネームにするか、プロットのだけで活かしてネームにそれをその,の要素として取り入れていくか、まあ、いろんな選択肢があると思うんだけど、今日お話ししたそのリスクっていうものに関しては、 避けられるものは避けた方がいいとです、ね、思います。本質じゃないからね。その本質的にその作家のポテンシャルを引き出すことにもならないし、本人自身が、あの、ああ、私はこういうことが書きたいんだっていう気付きの妨げになるという工程もはらんでるわけじゃないですか。そうです、そうです。ね。だから、だからそれはじゃあどうしたらいいんだろうっていうことなんですけど、<laughs> まずこの企画ではこういうことをやりたいと私は思っている。これについては手応えを感じているし、気づいてもいるんだが、それが、えっ、ー、と、キャラクターのその関係性みたいなものとか、それが生み出していくであろう可能性としての軌道っていうものに、行き着く前に、こう、なんつったらいいんですかね。 だから手探りでいいんだけど、その手探りの探る場所が違うというか、何をまず考えていった方が、より時間かけて次のフェーズに行って、そこの、何 <laughs> て言うかな、あれを上げていけるかね、その作品の,そのクオリティとい だからそのプロセスっていうかその経過の仕方っていうものが何だろうな分岐を生んでしまうリスクを避けた方がいいんですよね。そのより、より掘っていくに持っていくためには意図的にある浅さが必要だったりするうんで、うん。うん、でも本当にうまくいってれば浅く見えてもそれは実は背骨として明確に機能するから後にそれが問題にはあんまならないんですよね。むしろプラスに生きる。 目先のディティールっていうものの描写を入れるとそのディティールが機能してる間はすごく何かこう精度が上がってるように見えるわけですけども実はあるところでそれこそだから例の,その途中で連載がと書いてて止まってしまうキャラ編がもうできないみたいなねそのキャラ編をしなきゃいけないっていう前提に立ってしまうってこと。 じゃないんですね、あのー。キャラは動いているうちにポテンシャルを引き出していくということも可能なわけじゃないですか。はい、Q&A の中にもありましたけどね。どこまで1話目で人物を紹介すべきなのか。りましたね。そことも通じる話だと思うんですよね。うん、人間、そんな単純じゃないよねっていうと。はい 自分が何者なのかっていうことにあの気づかないで暮らしていくこともできるし気づこうと思うこともできるけどつらいとか、うん、気づいてると思ってるけど違うとかいろいろあるわけですよね。うん、ありますね。うん、だから、うん、そんなに全部おっぴろげにしなくても、まあ、実際僕らが日々そうだでしょってことなんですよね。 人と人が関わることで生まれるもの。自分の中に気づく感覚。うん、あのまた乃木坂ですけどその、ねえ。ってことですよ、こんなにっていうね。そういう気持ちが自分の中で生まれるなんて知らなかったよって。今ちょっと疲れてきて、雑なっ <laughs> 雑<に>な。<laughs> <laughs> あの、君の泣き望のね。はい 自分だって気づいてないんだからその、その他者との関わりの中からすぐには出なくても当たり前で、出るきっかけが転換点としてキャラクターの掘り下げになるで。それ自体がエピソードとして機能するっていう順番で全然いいわけですよね。なぜか想定しているキャラクターっていうのは、<laughs> 1> 第1話とかの前半でもうすでに全部バラししなきゃいけないんじゃないかっていう思い込みをしてる方が割といらっしゃる、定期的にい。いらっしゃ、はいます。 いやでも、もともと知り合っている人のことある日好きになったり、嫌いになったり、がっかりしたり、失望したりね、見直したりとかっていうことは、僕らが日常的にやってることで、それはなぜかというと、その人の知らない面を知るきっかけがあったっていうことが、それを生むわけですよね。そうです、そうです。だから、その人との付き合いがあったんだけど、意外性っていうものはその人物の中から出てくるっていうのは、展開が生まれてるわけじゃないですか、その感情が新たに。 情動が発生するっていうこと、まり同じですよね。認知で意外だねってってで、それの意外さが心を動かすという認知と浄土っていうのが、その人間関係で起こってるわけですよね。うん、あとはどこから話し始めるかだけなんですよね。スタート地点で全ばらしに行く必要は全くないですよね。何も生み出さない。その、それ自体が一つのエピソードとして機能してるんであればいいと思うんですけども。はい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 。 ねえ自己紹介じゃないからねっていうそのそうなんですよこの度転校してきましたなんとかです趣味はなんとかですじゃないわけですからそ<う> <laughs> 三井のリハウスじゃないから、ね、そう,そう <laughs> 悪劇ってそういうもんじゃないですよねはいわかりますだから今でもその読み返すあの過去に自分が担当した連載作品の1回目とか、はい、まさにそれがうまくいってたりするんですよねだからよなんかよ読んでてこう なるほどなって毎回思うんですよねその。自己紹介じゃないのにキャラクターの紹介ができているっていう。で、それはなぜならエピソードになってるからっていう。そうなんですよね。うん、そうなんですよね。本当そうなんですよね、うん。なんでそう思い込んでしまうんだろうっていうくらい定期的にその人物の紹介っていうのが、人物の説明とかねっていうのが、うん。 そう自己紹介みたいなもんだっていうふうに思い込んでしまうってことですよね。そんなわけないんだけどな,な,なぜかお話を書くぞとか考えるぞってなると日常的に起きていることを忘れてしまうというかね、はい、それとの連携とか可能性っていうものがあるっていうことに気づきにくくなるっていう思考がありますよね。ありますねな。なんとかせにはいかんと思ってるんですけどね。うん <laughs> 何をこうさせるんだろうっていう。そう、急に特別なものみたいになっちゃって、切り離しちゃうんですよね。そうなんですよね。だからこの講座にね、20回全部受けていただいた方々は、多分そ,その辺気づいてるとは思うんですけどね。そうですね。あのうん、ただまあ、それがすぐに武器として使えるぐらい腑に落ちたり、うん、訓練されてるかっていうのは個人差かなりあると思うんですよ。 訓練方法とかね、もう含めていろいろお伝えしておきましたけど、ね、はい、やっぱり筋力がつくにはそれなりに時間がかかりますし、うん、経験が必要だと思うので、うん、あの遊び感覚でやってほしいですよね、とりあえずね。ああ、そうですね。うん。とにかくその、そう、なんか恐れずにというか、だから遊びだから恐れちゃいけないっていう。えー、で、あと遊びと思えるかっていうところですね。そうですね。うん。本当、うん、楽しんでほしいんだよな。 気がつくとできるようになってるもんですけどね、あれなんだから。うん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 。あの積んでいけばね、ちゃんとね。うん、はい。本当、筋トレなんですよね。<laughs> 本当、そう例えじゃないんですよ。<laughs> 本当。例えじゃないんですよね。もはやね。うん。そうだな。文系の筋トレ。うん。<laughs> まああとはだから今日は面白いと思ってる感覚とつまらないって感じてしまうものの中にはどういうそこに境目はあるのかっていう話でしたね。あれ、はい、ももう本当に何ですか使える技ですよね。うんと思うんですけどね、うん。すごく思いました。そこに意識があの自然に行ってればいいっていうことですよね。 はい、なんかつまりその途中で何かの話の時に、そに、ハリウッド映画はその女優さんが FBI の捜査官とかの役をやるときに、拳銃を抜いて構えるっていうような訓練だけを3か月ぐらいやらせてもらえる。トレーニングのコーチがついてですね、話をしましたね。で、あれ、一番の利点は板についてくるってことなんですよね。う、はい、うん、うん 自然なことになってくる、その動作自体がね。その、それが日常なんだっていう人物のキャラクターの説得力っていうものを体が覚えていくっていう、そのまあ実際そういう体になっていくっていう良さになるわけですね。うん、ところが、日本の場合は、その、そこまでの時間と予算をかけられないから、割と小道具のスタッフから借りた銃を、 その日初めて構えるみたいなね、そのような描写にどうしても板についてね、この板についているっていう状態が、自然にこう、新しいアクションを呼び込む、新しい展開を呼び込む、出来事を呼び込むのは、今たまたまその拳銃を構える捜査官みたいな話で言いました。うん、<laughs> おそそらくその ログラインを考える、企画のログラインを考える、それを広げていく、キャラクターを掘り下げる、で、トリートメントを書くみたいなね、工程も全部一緒だと思うんですね、やっぱり。最終的にそれを自分でその使いこなしていったりあの、自分の思考っていうものをあの自分でコントロールできるようになるには、あの確かにその。 ででどうかななるわわけけじゃないわけですねただ、この日明日でどうかなるわけじゃないのは、なぜなら知識をダウンロードしたり、インプットしたりすればクリアになる問題じゃないからですね。やっぱりしつこく言ってますけど、運動っていうものがやっぱり必要で、うんうん、ここにあまり過度に特別な意味や、何か日常とはかけ離れたね、その切り離された営みだみたいなことが消えていけばいいんですよね。そのうん 習慣という言い方でもいいかもしれないけど。ひらめいて、膨らまして、折りたたんで、で、えー、リリースする、執着しない。<laughs> このぐらいのものは思いつきますっていうことを、なんとなく日常的な習慣、あるいは思いつくだけじゃなくて、掘り下げていくかっていう、筋力として慣れていくっていうね。うん 特別なあのことにしないというかね。うん、うん。急にある日特別なことでホールインワンさせようみたいなね。うん、そういうことじゃない。ということじゃ本当にないですね。こないです。こればっかりはじっくり時間をかけてというか、毎日というか。楽しんでってことだね、うん。楽しんで作るべきものというか。いや、本当そう思います。うん ちょっと時間かかるのかもしれないけど。まあねあま、うん。でもね、その、身に,身に入りようというか、うん、これはもう本当に時間かけた分だけ気づいたらってことが大きいかもしれないですね。ような気はしますねある。だからある程度いけば多分なんかいろいろ見えてくると思うんですよね、そのなんか。うん あとやっぱ日常とつながってるっていうのが大きいかな。非常に。まあ、つながってますよね。うん。基本的で地味なアイディアに注視すべきと言ってる日常ではなくないですね。書き手がにこの、この世の中に生きていて、生活している以上、うん、で、その書き手の脳から出てくるわけだから、当然つながってますよねって。その書き手の日常と。 の関連というものは必ずあるそれは別にストーリーにその作家の日常を入れるって意味じゃもうはやなくて、うん、フィジカルに反応するのが当たり前という、うん、生活している人間が作品を生み出しているわけだから、その生活している人間のサイクルであったり、気づきであったり、うん、そ,それが生きないはずがないんですよね、その書く。 切り分けけられるわけがないないんですよね、うんで。それがもう逆に、逆に言うとそれがまさにその何か生み出すことというか、漫画家になることとか、脚本家になることとか、なんだろうなとはちょっと思っていて。そうですねそういうことができるかできないかなのかなとも思っちゃったりもして。まあそうですね。うん うん、まあね、何かこう、そうね、習慣化できるのが一番いいんですよね。ある種の強制力の。そうですね。ええ、そうなんですよ、強制力。それはその人から言われてやるとかの強制ではないものかなと思そういう場に行く,行くというか、そういう。 シシチュエーションになるというかそうですね。そこにつける気がします。うん、だからこの、ね、このベーシックから続いた全20回っていうのはその、まさにそういう場所だったんだなとは思いますし、うん、どんどん講座をやっていかなきゃなと思いましたしね。でもね、今日もチャットは盛り上がっていてね。<laughs> はい 楽しんでくださってる方がね、多いようなので、それは本当良かったなと思いますね。うんうん,うんうん。そうで,でまあ来週からネーム講座なわけです、ね。はい。ねこれもすごい楽しみですよね。うん、そうですね、楽しみです、僕も。一番最初の段階から言ってたことですからね、ここを絶対、オプションでつけるってつ、ねうん、けるっていうことはね。 そうですね、逆にそのネームっていうものをすごくこう要は普段そんなに考えないわけですよねそのルーティンになってるからやっぱりちょっと改めて考えなきゃなとは思いましたねその、うん、ネームというものって,なんなネームって何何何なんだろうっていうっとさっき三宅さんがそのトリートメントの時におっしゃっていただいたこととかが、うん、まんま確かに。 同じ問題として出てくるんですよね。うん、それだけでも僕はすごくこう今、うわーってちょっと思ってますね。そのもちろんうまくいく人はいいんですけど、うま、ん、くいかない人の多くってもしかしてここなんだなっていうのが非常に感じてますね。なるほど、ね。うん で、それが、この、三宅さんにやっていただいたプロット講座の、本当に、一個一個のそのキャ、カリキュラムっていうのが、まさにそのためにあるなとは思いましたね。その、ものすごく応用が効く話をいっぱいしていただいてるっていう。ああ、よかった。ええ、ええ。もう、あとは本当に、だから、多分その漫画描いてる、ね、漫画家の方結構いっぱい,いました参加してくださったんで、うん、結構もう皆さん、 準備はできてるんじゃなだから、いやいやうん、なんか、気づいてる人は気づいただろうなっていう。うん、Q&A にも、まさにそのね、ユリいカっていう。ああ、そうですね。ひらめきの。ひらめきの,ひらめきのねひ、ひらめきの瞬間があった。まさにあのことなんですけど。うん。うん、うん、うん。いや、もう本当に、もうあれ、やってよかったなって思いましたね。その ものすごく救われる人がいるだろうなっていう。うん、だといいですね。うん、あとはみんなその、なんですかね、その、ネームにの時のに、こう、なんですか、自分にあるその強さみたいなものを、うん、あとはもう,こう、持っていただければ、自信というのかな。まあ、そうですね。うん。ありましたね。 あのー、特に話すことない感じですかね、今日は。<笑>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 あの、うん、あのー。2人ともね、な,なんとなくつづ会話は続いてますけど、ええ、半分寝てる気がする <laughs> 意識がこう。意識がね、うん、あのー、なんとなく喋ってますけど、2人して。うん 全然苦じゃないんですけどね。お素晴らしい。苦 <laughs> じゃないんだけど。面白いですね、その、うん。な、なん、なんか、なんか喋ってはいるけども、みたいなね。うそうそう、なんか、っていう状態ですね、今ね、確かに。うん、これといってみたいなね。<laughs> う20本もやってくるとね、やろう、その、喋ろうと思えば喋れるんですけどね、みたいな、こう。 感じのそれ以上でも以下でもない。ないってい。なここに至るまでずっと僕喋ってましたからね。今日はアンドエね。もう、あれですもん、だってもう打ち合わせから始めるともう12時間以上経ってますからね。そうですね。経ってますね。経ってますよ、うん。なんかこう、広がっていかないんだな、うん。うん、面白いですね。<laughs> いや、もう、広がりませんね。広がらない。広がらないですね。すね取り立てて、こう、そうそう。何かこう、広がりそうな感じのユリーカがないわけですよ。<laughs> もう出し尽くしたみたいな今日。うん、絞りに絞った感じですかね。絞りにしを。<laughs> もう本当にう。 まあ、あの今日はあ<の>で、電池が切れてるっていうことでね。<laughs> <の>なんかね、こう、目がしばしばどころではないっていう、ね。みたいな感じでねあの、最後の最後がこういうことでいいのかっていう <laughs> い,いのかっていうね。う最終回、<み>放送後継最終回うやっていいのかっていありますけど。<laughs> ありますね。かみ合ってんだかかみ合ってないんだかって。<laughs> み合ってんだかみ合って <laughs> そう。でも まあ出しし切りまたたみたいなだで, <laughs> <laughs> でもね、本当に三宅さん、本当に一日中しゃべりっぱなしでいやいやお願いしちゃってましたから。いやいやそんなもうそれは吉野さんもね。いえやいえや、もう私は臨場してるだけですから。いやいや、もうそうだそうだ <laughs>、ね。この締ってない感じで締めるみたいなね。<laughs> <laughs> 最後なのにっていう <laughs> いや。もう 竜頭ダビみたいな感じ、ね、<laughs> ああ、まあそうですね。竜 <laughs> 頭 <laughs> <laughs> ダビ。こんな感じでいいんでしょうかね。いいんでしょうかね。でも、いいのかな。たまにはいいのか。こ、うん、ういうのも、これまたリアルだね。これもまた真実という。そうですよ、そうですよ。嘘、偽りのないの。偽りないし、放送後期のならではね。そうです、そうです。別にね、全部が全部こうね。こう わーっと盛り上がって喋るだけが、放送後きじゃないです。<laughs> 言えば言うほど <laughs>、踏しめちゃう, <laughs> う、まあ。まあ、まあ、とりあえず一旦じゃ、これで。<laughs> <laughs> 1> <laughs> 第1期、漫画か第一期、そうですね。第1期終わっちゃいます。20, 20回やってまいりましたけども。ましたけど。一応い、一旦終了ということでね。このそうですね。 第2期もありますし、その前他の講座もあり,ます、ね、ありますし、まだまだ企画中のものもありますし、まだまだ旅は続くよという感じで勘弁していただけたら。<laughs> <laughs> もうねあの、夜中ですからね。夜中ですからね。<laughs> じゃあ とりあえずお疲れ様ですどうも本当にお疲れ様でした本当にもうやれてよかったです本当にあこちらこそありがとうございます引き続きよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします <laughs> <laughs>